法王さ山の大文字焼きと花火大文字祭りは秋田県大館市の祭り、大館市の夏の終わりを告げる旧盆行事である。例年8月16日に行われていたが、2018年より山の日に合わせて8月11日に開催されるようになった。1968年、大館市長石川義夫の発案により、市郊外の法王さ山に 総格前長450メートルの大文字の送り火を実施したことが始まり、悠久の父なる山、母なる山を称えて、五色髄長といわれる法王から名付けられた法王山に火によって神聖を獲得し、悪霊を焼き、祖先の供養と大立氏が将来に向かい大きく発展することを祈願している。その後、従来から行われてきた花火大会等を合わせ、 大文字祭りとして整備された。使用する、焚き木の量、松八棚。大文字の大きさ、一角120メートル、二角180メートル、三角150メートル、ひどこ98カ所。市内で行われる、大館大文字踊り当日午後2時頃から、大館市の中心市街地の大町八甲通り、秋田県道二号大館と和田湖線をお成り町通りを、 浴衣姿の踊り手たちが練り歩く、大立大文字踊りにより祭りが始まる。踊りが終盤に差し掛かると、次に若手が担ぐみこしに沿道に詰めかけた人たちから、盛んに水をかけるぶっかけみこしが行われる。夕方からは、市内を流れる長木川で灯籠流しが行われ、その終了と同時に、カウントダウンと共に大文字に点火され、続いて、花火大会が始まる。 2005年の入れ込み客数は17万人。2009年の大文字祭りは、大館市生まれの中堅、八甲をモデルにした映画作品、八約束の犬の公開を記念して、大の字ではなく、犬文字として行われた。当初の専属用として、旧本の送り火行事の目的から外れるなど、反対意見もあったが、 犬の右上の天部は火ではなく大型ライトを設置して8分間だけ点灯した。大町八甲通り小成町通りは古来からの宇宙街道。大文字台に点をつけると 日テレニュース 24http コロンスラッシュスラッシュ news24.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2009スラッシュ07スラッシュ15スラッシュ07139727ドット html2013 年11月16日日閲覧第犬文字。八甲のふるさとで。 日テレニュース 24http コロンスラッシュスラッシュ news24.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2009スラッシュ08スラッシュ17スラッシュ 07141899.html2013 年11月16日閲覧ありがとうございます。